ということで、こちら4階のエレベーターホールになっています。結構ね、廊下は狭めですけど、廊下はかなり派手めですという感じで、はい、片廊下になってますね。反対側は窓あるんですけど、窓は基本開けれないようになっていて、開けれるのかな、あ、でも曇りガラスだね。で、右側に部屋があるという感じですね。今日泊まらせていただくお部屋なんですけども、鍵がこんな感じになってまして、アナログキーでございます。4階の6号室ですね。406号室になってます。はい、では入ってみたいと思います。よいしょ、普通の鍵だからね、これな、大変ですけど、ちょっと、はい、ちょっと入ってみた、あれ、閉めちゃった失礼しましたはい、ということで、こちら入りました。はい、玄関があって、もうカーペットになってますね。玄関のスペースもカーペットになってるっていう、ちょっと面白いタイプですね。はい、こんな感じの玄関。暗いけどね。はい、で、ここに、館内履きがあって、これで一応廊下出れるんですかね。靴べらとですね、それから消臭スプレーですかね。あとは、部屋履き、使い捨てスリッパなんかがあります。ちなみに平面はですね、こんな感じになっていまして、ワンフロア4つのお部屋があるという感じですね。はい、ちなみにちょっと僕映っちゃうんで見せないけど、このエントランスのドアの反対側がこういったガラスになっていて、姿見兼用になっております。はい、ではちょっと靴脱いで、お部屋こんな感じでーす。じゃじゃーん。どうですか？もはやもうラブホですよね。はい、レジャーホテルですね。ここに一人で泊まるのはあれだね、お部屋お任せプランだったんで、しかもツインになっております。はい、今日はこの部屋しか空いてなかったんでしょうね。はい、入ってですね、右側にこういったクロコダイル柄で、そこの上にですね、こういった木製のハンガーがあります。で、ここにちっちゃい室のような椅子があって、ベッドがあるんですけど、ベッドはですね、まあでも幅そんなないですね。90センチメートルかな、まああっても1メートルぐらいのベッドがこう2つツインで並んでる感じですね。はい。下女性のベッドだったかな。このでもパネルが完全にレジャーホテルですよね。はい、ここでね、ライトコントロールができたりとか、ここでね、なんていうんですか、有線が、音楽が聴ける。まあでもこれ、一人泊まってね、ビジネスホテルみたいに利用して、こういった、ライトとか、有線聴けるのはありがたいですよね。はい、そしてですね、ここに、あれですね、美容、ナイトスチーマーナノケアあります。はい、ナノケアがあって、その隣にジュエリーボックスもあって、はい、女性のためのホテルという副題がついていたのは間違いないようです。女性に優しいホテルですね。天板はこんな感じで、はい、非常にヘッドボード、華やかでございます。で、その奥にですね、タイル張りになってまして、ここのベッドのとこまでカーペットなんですけど、ここからタイル張りになっていまして、そこがですね、こんな感じのソファーとガラスのテーブルが置かれています。なんでレジャーホテルってこういったガラス張りの、テーブルなんでしょうね。はい。で、ただ、ここはシティホテルっぽいと思うのは窓は開いてます。そして窓が最初から開いてるということで、この辺はね、ラブホだとね、基本的に窓ないか開けない、出ないようになってるのが多いんですけど。はい。で、早速ですが、まぁ、ちょっと網入ってるんだねですけど、横浜タワーが見えます。ね。そして、こっちが横浜ベイブリッジかな。ちょっと今見えにくいですけどね。はい。ただ、展望悪くないですよ。ちょっと窓開けてみようかな。あれ、開かないのかな、これ。あれ、これ開けれないんですかね。もしかしてね。危ないからかな。開けれないのかもしれませんね。あ、これで開けますよ。はい。という感じで、お、めっちゃ気持ちいいじゃないですか、これ。あ、さっき登ってきた坂ですね。ということは、この左側がアメリカ山公園か。さっき、
ライトアップしてましたね。ちょっと歩いてお散歩してきたんですけど、はい、ということでかなり開けております。素敵ですね。はい、で窓閉めまして、ここに、かなりこれはちょっと古いタイプの、暖房ですかね。でもめっちゃでかいねこれね、ダンレイっていうんですかね、空調システム、すごいね。ファンコイルユニットを使用してますと書いてますね。はい、まあでもこれあれなんじゃないですかね、コロナにはいいのかもしれません。でここに除菌スプレーも置いてあります。でこの辺、おしゃれなランプとか、ちょっとやたら奥行きがないテーブル、これはパソコンも何も押せないぞっていう感じのテーブル、もう仕事なんかはちょっとできない感じですね。それに一人だけのソファーがありますという感じでございます。はい、でここにでも、こういったね金庫があったりとか、シティホテルとしての機能も備えてるという感じですね。ここには別途ですね、空気清浄機、シャープのプラズマクラスターも置かれております。はい。で、その隣が、タオルですかね、これね。ちょっと出してみましょうかね。暗くて見えないですもんね。はい。フェイスタオル、バスタオル、そして、ルームウェアが入っております。後ほど、ベッドチェックしてみたいと思います。はい。ちゃんと一人だと、一人用しかないですね。バスタオル二つあるとラッキーだったりするんですけどね。そして、東芝のですね、大きめのテレビがあります。どうでしょう？40インチぐらいはありそうですね。はい。かなり大きいです。はい。そして、ただ、ここにはなんか CD プレイヤーみたいなのありますね。DVD プレイヤーというかね、ブルーレイが流れるのかな。はい。という感じになっております。で、こちらにですね、こういったワゴンのような台がありまして、ここに、あ、こういうのありがたいよね。なんと、コーヒーマシン、エスプレスマシンがあります。はい。で、UCC の、この2つ、コーヒーが入っております。これ嬉しいね。しかも2つ、2タイプ違うやつです。スティーロースト、マイルドロースト。まあ、ただ、ミネラルウォーターは1人分しかないという感じですかね。なんか、ここに甘酒っていうのもね、ありますけどね。インスタントですね。で、その、扉を開けると特に何も2段目は入ってなくて、その下にペルティズムのちっちゃいですね、ワンドアタイプの冷蔵庫、あれこれどうやって開けるんだ、あ、こうやって開けるんですね。ちっちゃい冷蔵庫があります。これちっちゃいね。しかもグラスが2つおしゃれなのが入ってるんで、物はあんま入れれないかもしれないですね。でその隣、クローゼットかなと思ったら、なんとじゃじゃんじゃじゃん、シャープのですね、あれが入ってますね。電子レンジ、これはありがたい。で、2段目に、なんと、それ以外のグラスもありますよ、こういったね。はい。あー、ちょっと明るくないね、これ。かなり暗いですね。ごめんなさい。かなり暗いけど、コーヒーカップとガラスのコップ、ソーサー付きであって、で、電子ケトルがタイガーのがありますと。で、ここにもう1個、冷蔵庫あるんですけど、こちらの冷蔵庫使用できませんって書いてますので、こちら使用できないっぽいですね。あれですね。有料のドリンクが前入っていたのかもしれないです。今は使えないという感じでございます。はい。そして、ここ、水回りですかね。入ってみたいと思います。じゃーん。ちょっと暗いんで、スイッチオン。はい。ということで、段差がこうありましてですね。段差があって、タイルがあって、スリッパがあってですね。右側に、TOTO社製のウォシュレット。トイレがあります。そして、左側が、天板がですね、ちょっと大理石調になっているおしゃれな感じの洗面台、そしてガラス、あ、ごめんなさい、鏡というミラーということで、結構シティホテルっぽいおしゃれな高級感のある感じになってますね。で、すごいのが、見てください、ここにこうね、いろんな形でポーラのこういったトイレタリーが充実しております。化粧品系も全部ありますね。それとは別にこんなパウチなんかも置いてあります。あとは、ここにはなんかこういうシートマスクとかも置かれてますね。美容ミラーもありますよ。ただちょっとなぜかここは、ちょっとね、ドライヤーはこれ残念な感じかなというところではありますけれども、壁付けのドライヤーになっているという感じですかね。はい、それ以外に、トイレたり、そしてヘアブラシ、歯ブラシ、それからお部屋、なんだ、コーム、あとヘアゴム、ボディタオルなんかも置かれております。はい、それではトイレじゃない、バスタブです。じゃーん、スイッチオン。うわー、なんかバスタブめちゃ高級感ありますよ。タイル張りになってまーす。はい、なんかこれ以上開かないのかな、これ。開くね。はい、ということで下もタイル張りで、壁もタイル張りで、そんなところにシャワーもありますが、ちょっとシャワー昔っぽいシャワーではありますが、TOTO社製でございますね。ここにもポーラのトイレタリーがあります。ボディモイストとかもこういったのもちゃんとありますね。これもなんか違うやつかな。
リキッドクレンザーとかも置いてありますね。で、ちゃんと、ここにですね、椅子とこのね、あれもあるので、フローケもあるので、結構、コンビニエンスでございます。で、バスタブ、こんな感じでーす。なんか、前方後円墳みたいな形にはなっておりますが、前方後円墳って言わないか、片方が扇形、片方が四角で、長さはないんですけど、幅がすごい余裕ありますね。はい。二人こう、しゃがめは入れる感じかな。はい。これ、ジャグジーなんでしょうね、きっとね。ジャグジーバスですね。そしてテレビも一応見れるのかな？はい。ちょっと後でつけてみたいかなと思いますけど、あ、見れますね。はい。テレビもついてるという感じで、ここにまたトイレタリーとして、なんと、こういったね、すごいね、なんかいろんなものがあるね。ちょっと紹介しきれないぐらい、ファミリティがあります。はい。ということで、こっちからですね。ここにちなみに、鏡ついてて、なぜか、こう便利ですね。はい。そして、こっからですね、部屋見るとこんな感じになっております。はい。ということで、かなり、余裕がある感じでですね、今回、ただでさえ、お部屋お任せプランでリーズナブルなプランなのに対して、横浜のですね、ファインド横浜とかも利用させていただいたので、実はこれ3000円ぐらいで泊まれてるんですね。これは非常に一人としては贅沢です。ちょっと後ほど屋上の足湯も行ってみたいと思います。以上です。今回泊まらせていただいたお部屋なんですけども、デラックスツインというタイプのお部屋でございました。四角プランがですね、お部屋のタイプの指定ができないというタイプだったので、今回、こちらで予約したら、デラックスになったという感じですね。こちらのホテル、やっぱりカップルの利用が多いので、やはりダブルベッドの方がですね、好んで多分使われると思うので、この、お部屋タイプ不可の場合はツインが選ばれる可能性が高いのかもしれないですね。ベッドタイプがですね、95cm 幅のシングルサイズ、シモンズ社製のマットレスですが、これが2つという形でございます。食事の素泊まりで広さがですね、公開情報なかったので実測ベースですが 24.5 平方メートル、料金がですね、税込みで5600円、支払い額はですね、クーポンを引いてですね、3100円という形でございました。選んだポイントはですね、独立系のホテルであるということと、横浜キャンペーン、これがですね、2500円分のクーポンというか、いう形で引かれておりまして、この金額になってます。予約はですね、今回じゃらん系で予約をさせていただきました。ユッキーのここだけお得情報ですが、まあお得情報というかですね、これはユッキーの想像入ってるんですけども、こちらのエリアって、やっぱりこう、住宅地も近いからラブホテルの建設できないエリアだと思うんですね。なんで、シティホテルとして建てているものの、メインのターゲットは、カップルに置いてるのかなという感じですね。まあただ、逆に言うとシティホテルなんで、1名での宿泊が可能になってます。はい。なんで、ただ実際がその2名での利用がメインだと思うので、2名での料金がですね、1名の料金の倍ぐらいになってるんですよ。これがね、なかなかビジネスホテルだと違うと思うんですけども、なんで、逆を言えばですね、1名で泊まるのが実はお得という感じでございまして、まあ僕が泊まった部屋もですね、まあ通常だと、18,000円2名で、ね、泊まるお部屋が、まあ1名だと定価で、まあ9,000円という形になるというところでございます。はい、今回の部屋の平面図こんな感じでございます。はい、まあ、家具いっぱいありますよね。あと水回りもね、バストイレが分かれていたり、お風呂が広め、洗い場が広めで、二人で洗えるように使われてるんですかね。はい、という感じになってます。ちょっとね、ベッドがね、狭め、というか幅が狭めではあるんですけども、奥にソファーなんかもあるというタイプでございます。まあ、ただね、ちょっとね、仕事するに適した机はちょっとなかったかなという感じでございますかね。はい、406号室、北向きの部屋で、天井高が263でございました。まあ、折り上げ天井になっているので高い部分が263でございまして、低めの部分だとですね、224センチでございました。筋組みの部屋データでございますという形でですね、まあ、時価の方はそんな高くはないんですけれども、部屋が若干広め、天井高やや高め、ベッド幅がやや狭め、水回りがやや広めというタイプのお部屋でございます。バスタブもですね、通常のね、ラボホテルだとね、バス結構広めだったりするんですけども、バスタブ自体はそんな大きくはなかったです。あとですね、ちょっとまあ、年数、僕10年ぐらい経ってるのかなと感覚的に思ったんですけども、まあ実際こう5年ちょっとぐらいなんですよね。はい、6年か。6年ちょっとという形でございまして、まあそういった形もあるのかもしれないですけど、コンセントがですね、広さの割にはちょっと少なかったかなというところでございます。
はい、こちらのお寺はこんな人向け、はい、カップルや夫婦、まあ、こういった方がですね、一番向いてるとは思うんですけれども、まあ、それ以外で言うとですね、一人旅であったりとか、あとは、夜遅くなって帰れなくなった時、まあ、こういったのに向いてるかなというふうには思いました。もっと知りたい人向けのコンテンツになります。こちらのですね、ホテルフィールはですね、名称がサイトによってちょっと違っていて、ホテルズ&リゾートフィールってなっていたりとか、あとね、ホテルフィール横浜山手ってなってたりとか、いう感じで一定してないんですけども、こちらではホテルフィールという形で紹介させていただきたいと思います。ホテルフィールをですね、運営する会社なんですけども、ちょっと調べたんですけども、結局わからなくて、やっぱりね、こういったなんていうかな、ラブホテルチックな会社って割とね、経営会社わからないケース多いんですけども、過去の求人情報など見るとですね、世田谷区等々力にあるホテル大和っていうところであったりとか、あと相模原のホテル&リゾートグレイスなどと一緒に求人していることが分かったので、まあ、この3つのホテルは少なくとも運営会社同じかなという感じでございまして、やっぱりこうラブホテルメインで運営してる会社なと思いますね。まあ、ラブホテルの運営会社ってね、大人の事情だったりとか、諸々の事情で表に会社出してないところも多いんで、まあ、あまりこうね、深掘りすると良くない可能性もあるので、ここでは、これ以上追求しないで割愛させていただきたいと思います。ちなみに、この姉妹店と呼んでもいいと思うんですけど、ホテルヤマトとか、ホテル&リゾートグレイスがラブホテルでやるのに対して、こちらのホテルフィールはですね、シティホテルというふうに、自称しておりまして、楽天トラベルとか、ジャランなどからも予約することができます。まあ、あとね、チェックインもね、ラブホテルだと通常10時からとかになってると思うんですけども、こちらは16時から、予約できますし、また今回みたいにですね、1名から予約もできるので、そういう括りになってるんだと思います。ホテルフィールのですね、最寄り駅は港未来線の元町中華街駅になってまして、そこからはですね、徒歩2、3分という形になってます。このエリアですね、港の見える丘公園があったり、外国人墓地があったりと、実はユッキーが好きなエリアで、学生時代にもね、旅行で来てたりしてたんですけども、まあ、結構ね、道路が入り組んでいたり、坂道も多いので、迷わないように注意が必要です。はい。横浜中華街駅のですね、5番出口が最寄り駅になっています。はい。ちなみになんですけども、同じ出口、改札を出ると、6番出口っていうのもあるんですけれども、6番出口を出てしまうとですね、上に登ってですね、エレベーターとかエスカレーターで、そこが、アメリカ山公園っていう風になってしまって、全く別のところに出てしまってですね、ホテルに行くことが、ちょっとかなり遠回りになってしまうので、要注意でございます。ただですね、年末年始のこの時期は、アメリカ山公園でイルミネーションが開催されているみたいで、まあ、今回もですね、開催されてたんで、ちょっと覗いてみたんですけども、非常にね、なんか静かな場所で広くはないんだけど、まあ、イルミネーションもね、そんな派手派手しい感じではないんですけども、個人的には逆にね、人も少なくてですね、好きな感じでしたね。まあ、こんな感じですね。で、この公園からもですね、実はネオンのついたホテルフィールを望むことができるんですね。ただ、要するに高さのレベルが違うので直接行けないという形になってます。まあ、今回ね、夜のチェックインになったんですけども、まあ夜の外観っていうのは本当ね、ラブホテルそのもので、ラブホテルみたいな感じで奥に駐車場があります。まあただね、ラブホテルだとね、駐車場は無料だと思うんだけども、こちらは駐車場は有料になってまして、まああとね、デイサービスはあるんだけど、宿泊がメインになっているという形ですね。で、チェックインが16時から可能で一人で泊まれることができる、いうようになっていて、まあ本当に形式的には一般のホテルというふうになっていました。フロントもですね、ラボトルみたいに顔が見えない形ではなくて、フェイストゥフェイスで、フロントスタッフとコミュニケーションを取る形のチェックインになります。まあ、フロントフロアはですね、広くはないんですけども、なんかね、きらびやかな感じで、まあ、そこにはね、ウェルカムドリンクとか、あとスイーツサービスなんかもあるという感じでございます。あとはね、宿泊者がこの24時間、いつでもこの辺のウェルカムドリンクとかスイーツを利用できるというのが良かったですね。またですね、その横のところにはトイレたりとかアメニティが置かれていて、まあ、自由に持っていけるんですけども、まあ、こちらもね、種類が豊富で良かったと思います。はい、それではですね、ホテルフィール、横浜山手の、ベッドチェックになります。こちらのベッドはですね、幅が195センチメートル、長さがですね、195、高さが56センチメートルぐらいでございました。はい、今日の部屋着でございます。こういった形のですね、ワッフル系のまあ、普通のビジネスホテルにあるのと同じような感じでございますね。はい、それではですね、ちょっと倒れ込んでみたいと思います。いきまーす、せーの。おお、なんか全く弾まなかったですね。ちょっとシングルなんでね、あんまりこう思い切っていけないですけど、もう一度いきまーす、せーの。
もう、なんか、ふかふかな感じです。お部屋の方はですね、とってもインテリアが独特で、やはりね、ラボトルっぽい感じでございました。まあ設備も豊富でございまして、例えば電化製品で言うと、通常のホテルなどの設備に加えてですね、電子レンジがあったりとか、あと DVD プレイヤーがあったりとか、あとエスプレッソマシンなんかが置いてございました。お風呂はですね、バスタブは大きくなかったんですけども、ジャグジーバスで、テレビもついてましたし、洗い場は広かったです。何よりね、こちらのホテル充実しているのは、女性向けの製品になってまして、備品になってまして、ナノケアシーマであったりとか、化粧品とかですね、あとフェイスマスク、入浴剤などがありましたし、こういった化粧品とか入浴剤などは種類もいくつか、タイプがありました。ラブホテルとで違うのところで言うと、まあツインタイプでね、ベッドが2つだったですし、あとね、ちゃんと窓がありまして、開閉ができるタイプでございました。そういう意味ではね、僕みたいにこうリモートワークで使うのもいいとは思うんですけども、まあ仕事に適した机っていう形ではなかったですかね。はい。まあこちらのホテル5階建てになってるんですけども、屋上がありまして、屋上にはですね、貸し切り露天風呂と足湯&テラスっていうのがあります。行ってみたいと思います。屋上のテラスと足湯と屋上の露天風呂。露天風呂はですね、有料なんで予約が必要です。すごいね、足湯専用とかもあるんですね。あ、こっちが足湯でこっちが貸し切りなんだ。なるほど、こっち貸し切りですね。すごいね、ここにコーヒーまであるよ。で、こっちが足湯。おー、どうですか。展望いいですね。はい、ここが、ライティングされてた看板ですね。え、足湯ってどこにあるの？あ、ここ開けて入るのか。すごいね、クリスマスツリーが未だに飾ってありますよ。はい、ということで、こちらの方に行くとですね、さっき歩いてきたアメリカ山公園のライティングがこのように見えて綺麗ですね。星も見えますよ、横浜なのにね。へぇ。え、ここすごいね。そして横浜タワー、そして、ベイブリッジですかね。あそこがね、右側の端に見えるのがベイブリッジですね。で、ここに高速があるという感じで。うわー、なかなかこれは見れない光景ですね。素敵だと思います。そしてこの足湯は、ここの椅子に座って、多分、ここの蓋を開けて入るんだと思います。貸し切りの屋上の露天風呂はですね、90分で3000円という有料になっています。あ、はい。まあ、露天風呂利用付きのパックっていうか、プランもあるので、それの方がリーズナブルかもしれないですね。あとですね、足湯の方は、24時間無料になってまして、タオルとかね、エスプレッソマシンなんかも用意されてたんで、このところはいいなというふうに思いましたね。まあ、ちなみにこのテラスからはですね、前半で触れたアメリカ山公園であったりとか、あと山下公園側の風景をね、見ることができるようになってます。まあ、ただ高さがね、そこまで高くないから、港まで見えるというわけではなかったです。こちらのホテルにはですね、他にも、部屋としては、僕が泊まったツイン街で言うと通常のダブルとか、デラックスダブルだったり、あとね、岩盤浴付きとか、ビューバー付きのお部屋だったりとか、あとはなんかこのホテルの、まあ、人気プランらしいんですけど、コラーゲンマシン付きの部屋などがあるみたいでございます。はい、サービスがね、充実してるんで、朝食がね、さらにこう無料とかでついたら何も言うことなかったんですけども、まあ、残念ながらね、朝食はこちらのホテル用意されてない感じでございます。はい、元町中華街、という駅ということもあって、元町とかね、あと中華街が近いんで、そこで食べるのもいいと思いますし、僕はですね、ちょっとそこまで行くのめんどくさかったんで、ホテルすぐ近くにメガドンキーっていうのがあるんですけども、そこの中にですね、レストランとかフードコートが入ってるので、そこで、今回リンガーハットで、長崎ちゃんぽん食べさせていただいたんですけども、そういうのもいいかもしれないですね。はい、雪材でございます。女性のためのホテルと歌ってることもあってですね、設備品に力を入れてる一方で、まあただ、なんとなくこう、今の若い女性が、ニーズとはちょっとね、ギャップがあるなというふうに正直感じてしまいました。まあ例えばね、コンタクト洗浄液もないし、USB ポートもないし、テレビもミラーリングになってないし、ヘアアイロンとかも、まあ常設はされてないし、インテリアもね、ちょっと今の若い人が好きなインテリアじゃないかなという感じはちょっとしちゃいました。はい。ユッキーのレビューです。
お部屋、まあ、まあ、綺麗ではあるんですけども、まあ、ちょっとね、好き嫌いあるかなというところもあって4とさせていただきました。設備品はその代わり整っていたので5とさせていただいています。まあ、水回りもね、ちょっと、日の目だ、お風呂もね、付加価値はあったんで、ジャグジーがあったり、テレビがあったり、4とさせていただいています。サービスの方は、その代わり、こう、ウェルカムコーヒーとかね、あと、そういったスイーツ、あるいは、足のとこにも、タオルとかね、コーヒーなんかも置かれてたんで、5とさせていただきました。環境眺望は、まあ、駅から近くてですね、まあ、眺望もそこそこだったんで、4とさせていただいています。良かった点、残念だった点、ここに書かせていただいておりますので、参考にしていただけたらと思いますが、なんとなく、築年数の割に、なんかちょっとね、設備が古めだ、印象が受けたかなっていう感じと、まあ、あとね、シティホテルとは歌ってるんですけど、やっぱ16時チェックイン、10時チェックアウトなんで、ちょっと、滞在時間短めかなっていうところでございます。はい。ということで、ゆきの総合満足度、今回は A とさせていただきました。まあ、横浜でね、しかも山手というね、昔ながらのこう土地にこのようなホテルがあること自体驚きでしたし、まあね、ラブホテル的な機能を備えながらも通常のホテルとして使えるのが、いいのかなというふうに思いました。お得度でございます。まあ、今回ね、妥当とさせていただきました。まあ、予約時のこう料金とかプランにもよるんとは思うんですけども、広さとか設備とかサービスとかを考えると、妥当かなというふうに思います。まあ、金利予定の状況、ここに書かせていただきました。ということでね、他のビジネスホテルと比較しても遜色のない、料金でございます。動画の説明欄に各ホテルのリンクも記載しているので、参考にしてみていただけたらと思います。はい、それではですね、特にお二人とかで、泊まったりとか、あとは一人でもですね、リーズナブルに泊まることができるホテルでございますので、アラマのホテルですので、気になった方は泊まりに行っていただけたらと思います。それではまた。